どうも、新宿アボイ金城です。石田です。新宿アボイの中年の市長でございます。はい、お願いします。お願いします。いやいやいや、なんか、はい、漫才協会の漫才新人大賞の、あ、漫才新人大賞、はい、決勝者が8組、はい、8組発表されましたけどね。あれ、なんかお客さん投票で1組入るんでしょ。うん、あ、それも入りました。それも結果出てましたね。あ、結果出ました。はい、あ、どなたになったんですか。何はプラチックさんが、ね、あ、なるほど、入ってますけど。じゃあその8組で決勝。8組で決勝ね。5月、5月3日、3日ですね。国立、はい、演芸場ね、はい、なるほど。我々はね、本当は出る予定だったんですけど、はい、ね、地元の巻で寄せがあったというか、出場を辞退させていただきましたけど同じ日だったんですよ ね、予選の日とね。それはもう凱旋の方、やっぱりね、うん、ええー、俺さ、うん、予想してたのよ、誰が今年取るか。あ、取る、取るかなって、うん、予選が始まる前ね。おお、なるほど。あ、もう優勝者を、そうそうそう、うん、なるほど。で、誰取りますかねみたいな話になってさ、うん、芸人のその漫才協会の中まで、うん、俺は誰々じゃないかなって言ったのよ、うん、そしたら、そうなんですかみたいな空気だったんだけど、うんうん、そのコンビ決勝行ってたもんね。あ、やっぱ俺は間違ってなかった。だ、間違ってないんだね。間違ってない。だ、ええー、って言った人の読みが甘いってことだよね。まあ、その人たちはそうでもなかったっていうことだと思うけどね。その何を基準に判断したの。何を基準に、うん、うん、どうではネタがいいとかどうのこうの。ネタは正直あんま見たことないんだけど、おう、うん、なんかこの感じ、雰囲気、ほう、雰囲気ね。ああ、何となく想像つきますかね。うん、うん、まあ、誰とはね、ちょっと言わないですけどいや、多分なんか言ってるようなことはわかりますよ。で、はい、もしその決勝戦があって、うん、優勝決まった時に発表します、うん、僕は誰か、うん、誰かっていうのね。なるほどね、はい、頑張ってほしいです、そのコンビニは。いや、そうですね、はい、絶対行くと思いますけどね、はい、いや、そうですね、うん、だ、うちら的にはだから今年も去年も出てないんだよね。出てないね、うん、去年もね、なんかがあって、うん、そう、スケジュールも去年なかったんじゃないですか。去年は結局、そうだ、2021年はなかったでしょ。そうだ、予選だけやって決勝の日がコロナにずっとずれにずれて、うん、そうそうそう、あのマリアが優勝した時ね、2020年の時だよね、それ。うん、そう、で、去年はなかった。なかったね、うん、だから、そうそう、マリアの時もそう、結局、ね、その本番の日、あの決勝の日も予選の日もなんか被ってたね、うん、でも結局コロナがいろいろあって全てにおいてね、はいはい、なくなったけど、そう、だから結構空いてんのよ。19年、だからもう3年、令和元年度の時出たよね、令和元年になった時、うん、そうでしょ。そこが今のところ最後か。だから2、3、4、4も要は出てないでしょ、今回。ブランクがある、ね、だからブランクが4、来年出たら 4年ぶりに出場。そんなブランクあって出た人いるんかね。薄暗屋とかそうじゃない。薄暗屋なんか一時出て辞退してなかった。でもそんな4年もやってないでしょ。ああ、ちょっと1年2年とか2年ぐらいか。そうねいや、もう毎回新人なんかって言われるんだけどさ、うん、まあいいんでしょ、漫才協会内ではね、うん、まだ撮ってないのとかさ、毎年恒例の会話が絶対入るから、塩型に、うん、え、もう撮ってないのまだみたいなそうそうそう、ね、いや、そうだからキラーコンテンツに和田君にさ、うん、なんで出ないんですか、出てくださいよ、新宿カウボーイさん出てもらわないと、漫才新人大賞やっぱり出てくれることでやっぱこう良くなりますから、どの頃、なんか今年、今年、あら、なんで辞退してなんで出ないんですか、いや、もう仕事でそれでっつって、予選の日だっつって、あ、そういうことなんですね。あ、だったらもう全然しょうがないんですけど、いや、もう仕事もないのに出ないって何事だと思ってたってことか。そう、出てくださいっていう、その出る、うん、まあ、そのどう思ってくれてるかわからないんだけど、うちらが、まあ、やっぱりちょっと、はいはい、あの下歴あるから、うん、そのなんつうの、別にうちらがすごい面白いとかではないけど、出てくれるとちょっとやっぱり競争率も上がるとか、なんかそういう、うん、みたいなようなことを言ってた。出ない方が競争率下がっていいんじゃない。いや、でもそっちの方がみたいなことは言ってたね、うん、そういう思いがあ
ったんですね。そう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 、だからただにもう言ったら10回言ってるから、だからまあそんなもあって、あもう出ないスタンス取ってんのかなって思ってたらしくて、もう勝負の世界から降りたんだなって思われたってことね。そう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 、決してそんなことはありません。いや違いますよっていう話をした。ただいいネタがなかったっていう、それは事実ですけど。いやまあまあまあ、それはねあれですけど、うん、そうこれこれこういうことなんですよっつったらちゃんと納得はしてくれましたけど。まあ仕事ね、毎回ちょっと仕事は被ってたってことですね。そう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 。被ったし、ちょっとコロナでなくなったっていうのがあってね。いろいろあってね。ブランクですね。令和元年度は最後か。そうなるね。でも4年だもんな。さあそれまで確か8年連続ぐらいなんか出てたんだね、うん、決勝行ってたんです、ね、そうそうそう、あ2回連続、なんかその時はまだ漫才協会じゃない時だけどね、外部予選っていうのが当時あったから、そうそう、決勝メンバーもでも結構ベテランもいるよね。そうね、だから2世代ターボさんださ、ね、一目さんとかも結構だって、うん、ほぼ同期みたいなもんだしな、うん、だからいつもさ決勝行くとさ、いや新人じゃねえだろう枠みたいな、はいはい、突っ込まれる枠ね、はいはい、で そういう時もあったじゃん、もう新人かっこいい新人じゃねえだろみたいなさ、うん、あと2世代さんがさ決勝来るとさ、うん、もう川崎さんもう60ぐらいでしょだからさ新人じゃねえだろう枠がそっちに移っちゃうのよ。あそうなるとさ、なんか決勝の本番の日とかエンディングとかでさ、いじられんのが川崎さんになっちゃうわけよ。2世代さんの、2世代さんいなければうちらになったりするんだけど、まあ、特に俺とかね、なんだけどさ、そことの戦いもあるんだよね。あ、うん、あまた2世代さん決勝来ちゃったかああ、お前新人じゃねえだろう枠取られたみたいな、そういう戦いもありますか。そういう戦いもありますか。まあでもだいぶこの何年かで若い、本当に若い人が漫才協会入ってきてるから、ね、本当の新人大賞にはなってきてる、ね、なってるよね、予選に関しては 正式にね。そうそうそう、外部なんかそこに入ってきたらもっともっと ね外部100人ぐらいいたよね、うん、当時ね100分の5とかだったよね。そうだね。で漫才協会がなんか17分の5とか、ね、そう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 、そういう時期もあったけどね、うん、うん、それこそね、だってもう第1回第2回とかさ、最初の頃なんてもうほぼ協会もいなかったらしいしね、うん、10組ぐらいとかだもん ねでまあそうやってなんか作った方がっていうね、いやでも絶対いいですよね。いいよね、うん、で国立演芸場ってなかなか建てない、ね、建てないからね、うん、本当のヒノキ舞台っていうさ、うんうんうん、下からマイクも上がってくるしね。そう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 、で1回出ればマイクの高さがね、あ高さがね、あのもうスタッフさんがメモってあるから、うん、1回出れば自然とね、うん、そうなんだよな、高さに合わせてくれるんで、ね、で我々としてはああいうねせり上がりのマイクはちょっと不利っていうかねやっぱまあつかみでマイクを思いっきり下げて腰曲げて喋るっていうつかみをやっぱやりたい、くだりができない、あのくだりがないから毎回良くないんじゃないか範囲割れじゃないかって思って、ね、なるほどね。じゃあ決勝のちょっと会場を変えてもらわないとダメだ、ね、か、うん、いや我々だけあのスタンドマイク持ち込むんでそれをボケをやりたいがためにそうなんだよな、あれ触れないんだよな。でそれでじゃあすいません、あの僕らあの出てきたら、うん、喋り出したらマイクを思いっきり下げてくださいとか言うのもちょっと冷めるじゃん、うん、あーとかっつって一回だから演芸ホール、浅草演芸ホールが今ちょっと故障中かなんかで普通のスタンドだけど、せり上がりにさ、やったよね、やった、ちょっとマイク高いんで下げてくれるってさ、どうも下げて、いや下げすぎだよって袖に言って、ね、で上げて上げてって上げすぎで、おお喋りにくい、それを賞レースでやられても困るからやっぱりまあそれはそうだね、うん、いや本当この間のこのここでの話じゃないけど、もうサンバ隊出てきたりさ、ね、仕込みまくってさ、オレスってそういうんじゃねえんだよ。ちもうちなみにもう最終的には違う人出てくるとかさ、いろんな演出。でもあれだよね、ショーレースっぽくはなってきたよね、ちゃんとね、その漫才協会の新人大賞もさ。いやこれ何回も言ってるかもしれないけどさ、俺らが一番最初に出た時ってさ、お客さんがさ普通にネタやってる人にさ花束を渡しに前に出てきてたから、そう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 おひねりとかね、おひねりとかさネタ中にいやそう考えるとちゃんとね浸透してきた、賞レースってこういうもんですっていうのがね、見る側にも浸透してきた感じするもんね。コントやった組が決勝行っちゃうとかね、うん、コントも漫才も関係ないっつって90勝が、それはそれでなんか自由で楽しい、ね、楽しい。
一回新潟から来てるから合格っていうのがあったあったあれ誰だっけあの子なまらの人だよね。そう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 、ああ新潟から来てるから合格、新潟から来たから合格なかなか審査基準だよね。もう来た時点で合格してんだな。ああいやだからそれでちょっと噂になってたんだよね。 あのその前とかにマシンガンズさんとかが出てて、でいやとんでもない大会だみたいな、はいはいはい、でうちはもうコンビ組んで出始めてみたいなね、うん、まあでもそういうおおらかなね時のショーレースも好きでしたけどね。そうね、今はもうガッチガチで、ガッチガチのね、だって、ま、真面目な審査員とかも呼んじゃってるもんな、ね、うん、真面目な審査員、真面目な審査員っつったらあれだけどさちゃんとしたね、うん、うん、ゆうきロックさん予選やったんでしょ、予選ね、あとはその演芸作家さんとかね、構成作家さんとか、うん、決勝も誰かしらね、誰かが審査員やるかわかんないですけど、誰かがやるんでしょう。うん、一時花輪さんがやった時期もあったよね。あったっけ？一回ぐらいあったよね。あの MC じゃなくてね。あ、うん、いやいやいや、ね、楽しみですね。漫才協会ファンの方は楽しみにしてください。ぜひね、見に来てください。はい、ありがとうございました。